はいはい、やりゃいいんだろ。ここら辺忍びはきっ。
せいぜいあがけ雪村の犬。誰が誰の犬だって。くそ、逃げやがった。小太郎を追い返したなら上出来だよ。ありがとね、サスケ。うちの人を狙ってるのがいるのは分かってたけど、まさか小太郎が乗り込んできてたなんて。危ないとこだったよ。サスケが手伝ってくれなきゃ見つかるのが遅れて。で、どうかした？いや、別に。風魔が逃げたのはネネが来たからだ。なんだこいつ、強えんじゃんか。どうしたの？やっぱ怖かったのかな。よしよし、もう大丈夫だからね。うっせえ、ガキ扱いすんな。くっそ、次は絶対逃がさねえ。私も忍びになれますかの。忍びのことだ。なんだよ。はあ。良い天気ですな。ハム。忙しい。はーい。
なんだって？役目ですかな。アム。ホリア。欲しいよ。様がいらっしゃった。良い天気ですな。ご苦労様です。アム。そうなのか。ですかな。良い天気ですな。お役目ですかな。お役目ですかな。
忙しい忙しい。姫様、ご苦労様です。お役目ですかな。ご苦労様です。姫様、ダメだよ。姫様がいらっしゃった。姫様、姫様、姫様、
余計なことを気にせずとも良いのです。さあ、どこに行きたいですか？教えよ。それ。
もうそれな。いらっしゃった。あなた。あら、お姫様、お久しぶり。ご無沙汰しております。師匠が遊びに来てくれたのじゃ。そうですか。ところで、どうしてこの方を師匠と。師匠は魔書古書じゃからな。魔書。ああ、その話しちゃうんだ。師匠は手を下さずともそこにいるだけでおの子たちを従わせてしまうのじゃ。威風があるということですか。失礼ですが、そのようにはどうかしらね。うむ、皆口々に師匠をたたえ服従を誓っておったぞ。その様を見て元親が感心しておったのじゃ。さすが魔書古書じゃと。それって魔書のだから、魔書古書古書書も。あなたは早々にこの方と縁を切るべきです。何を言うのじゃ。ちゃちゃ、師匠はわらわの恩人じゃぞ。それとこれとは話が別です。この方のそばにいるのはあなたのためになりません。バカを申すな。わらわは師匠のような。いけません。退散した方が良さそうね。また遊びに来るわ、わらわちゃん。いえ、あなたはもう。うむ、師匠楽しみにしておるぞ。人の話を聞いていますか。大体あなたは。楽しそうにやってるじゃない。安心したわ。ずっとこんな調子だといいんだけど。
はい。なんと。雪村様。あ、雪村様。それは。なんと。はい。なんだよ。最善となさい。チャチャ様、少しでも危ないと感じたらすぐに城下に戻りましょう。無理をなさらずとも、私が討伐しておきますゆえ。賊などに遅れを取るつもりはありません。あなたは私の心配ではなく、賊の討伐に。はいはい、俺らは賊をパパッとやっ。
とめは。よくやってくれた、礼を言う。チャチャ様もご協力ありがとうございました。これくらい。じゃあそろそろ戻ります。あなた待ちなさい。あ、俺怪我をしています。そうなのか、サスケ。ああ、これちょっとしくじったけど別に大したことない。けません、見せなさい。これでいいでしょう。どうも。主が配下の変調に気づかなくてどうしますか、雪村。はっ、申し訳ございません。では先に戻ります。優しいところもあるんですよね。いや、チャチャ様はもともとお優しいお方だ。それがあのように頑なに振る舞われるのはやはり悲しい生い立ちゆえだろうか。そういうのが嫌なんじゃない。ん、どういうことだ。かわいそうなお姫様って見られるのが嫌なんじゃないの。ああ、それちょっとわかるかも。本人が割り切ろうと思っても周りがかわいそうな人に従うんだよね。そうか、過去に縛られているのはむしろ我らの方か。サスケ、よく気づかせてくれた、ありがとう。礼を言うぞ。照れてる照れてる。ま、そんなんじゃねえよ。良い天気ですな。
はい。最善となさい。あれだけ痛い目に遭いながら再び出てきたからには何か備えがあると見るべき。用心をしてかからねば。所詮は賊の浅知恵でしょう。何が来ようと打ち払えばよいのです。
がきれいに切ってあげるよ。私はこの程度なのね。雪村がいなかったらどうなっていたか。片付きました。お怪我はありませんか、チャチャ様。チャチャ様、どこか具合でも。認めます、あなたは強い、雪村。恐れ入ります。されど私などまだまだ。指南を求めます。は、チャチャ様、何を仰せですか。私に武術の手ほどきをしてください。戦場でも引けを取らぬほどに。お待ちください、チャチャ様。それは早速明日からでも取り掛かりましょう。頼みましたよ、雪村。チャチャ様、私は強くなりたい。いいえ、強くあらねばならないのです、チャチャ様。チャチャがさようなことをの。笑い事ではございませぬ。万一お怪我をさせるようなことがあっては。心配性だね、雪村は。大丈夫だよ。おねね様までそのような。チャチャは賢い子じゃ、なんぞ考えがあるんじゃろ。ここはチャチャの気の済むようにやらせてやってくれんか。はあ、しかし。チャチャはこれまで自分から何をしたいなどと口にしたことがない。これが初めてじゃ。秀吉様。そういうこと。面倒をかけるけど好きにさせてやってあげてよ、雪村。承知いたしました。
お役目ですかな。雪村様。雪村様。ご苦労様です。雪村様。おお。なんと。ご苦労様です。良い天気ですな。お役目ですかな。雪村様、お役目ですかな。雪村様。
忙しい。雪村様。なんと！わかりました。自然となさい。この険しい岩山で忍びたちは訓練をしているのですね。ここでならば私も一層強く。チャチャ様、あまり無理はなさらず、焦らずとも良いのではありませんか。なんと！
か雪村には及ばないものですね。いえ、チャチャ様は筋がいい。私もうかうかしてはいられません。世辞は結構です。私は決して。そうですね、あなたは世辞も言えない僕年人でした。面目ありません。褒めていますよ。はあ、では戻りましょうか。はい。それでは今日はこれで。はい。チャチャ様。どうぞ。チャチャ様は何故強くなりたいとお考えなのですか。いえ、あなたは強くあらねばならないとおっしゃった。それは強くなければ全て奪われてしまうからです。私の父母のように。長政殿とお市殿。どれだけ強く理想を追い、どれだけ深く家族を思っても、力がなければ全て踏みにじられる。あの時、父上や母上にもっと力があれば。いいえ、私が非力な子供でなかったら。だから私は強くあらねばならない。今度こそ。そうでしょうか。え？そのような敵を打ち倒す力だけが強さなのでしょうか。長政殿もお市殿もチャチャ様を最後まで守り抜いた、そうした強さもあるのでは。そうだ、父上もまたそうして我らを。そんなのは綺麗事です。結果として私は一人残されたのですから。はい。けれど胸に留めておきます。チャチャ様。戻りますよ。